雪をいただく富士山を、霞と川の向こうに表す江戸時代の浮世絵版画。1831年から33年頃の作。葛飾北斎の富嶽三十六景、武州、多摩川。手前の岸辺に小さく表された荷物を背中に積んで、頭を垂れた馬と男の傍らを流れる豊かな水をたたえた川は、画面を斜めに横切り、川面には細い線でさざ波が表現され、向こう岸に近い流れの上には藍色がぼかしてすられています。水面の明るい色の箇所には、からずり、つまり絵の具をつけずに版木に紙を押し当てて凹凸をつける技法で波が表されています。荷物を積んだ船のへさきは霞の向こうにそびえる富士山へ向かっていて、この山の存在を改めて強調しているようです。